宮内小津は、日本の女優、競技マージャンのプロジャン氏、愛媛県松山市出身、芸能プロダクションエアプレイに所属していたことがある。プロジャン氏の所属団体は、日本プロマージャン連盟で5段、2007年度から幹事として役員に就任している。なお、交渉の年齢は24歳である。芸能事務所に所属しているときに、 女優がマージャンプロ試験を受けるという企画があり、プロ試験に合格、女優業とリーグ戦との両立が困難なことから、事務所を辞めマージャンプロを選んだ。対局などにおけるキャッチフレーズは、純白の敗奏者、デビュー当時は伝説の美少女という通り名であった。実力の二階堂に対して、賑やかしの区内の異名を持つ。しかしながら、 影の実力者とも言われており、2006年はテレビ対局において第4回サンクイーンカップ第4回女流モンド21杯と立て続けにタイトルを獲得した。特に後者は女流プロにとってはテレビ対局における最高位であり、ここで二回同姉妹、初音舞、茅森早子など各団体の競合女流プロを破って、 優勝を獲得したことは大きな勲章となった。現在は5段と着実に実力を備えてきている。3段になってからの2009年には第7回3クイーンカップ第7回上流ューモンド21杯と再びテレビタイトルを連覇している。つもを重視するスズメ風で優勝した第7回上流ューモンド21杯ではつも数両率が64.29%の ハイアベレジが決め手となった。このツモを重視するスズメカゼは、区内の明るいキャラもあって、いじられることがままあり、例えばムンドティビの解説で、かや、森さやかは区内を手なりの女王と称している。趣味は料理と映画鑑賞。得意料理は、その時の彼氏の好きな料理とのことで、過去の彼氏の影響で、和食、中華、イタリアンなら、だいたいなんとかなるという。 そして2015年12月27日、第10期女流王家において、東沙織さおりの3連覇を阻み、ついに念願の連盟初タイトルを奪取。さらに2016年10月29日、第14期プロクイーン決定戦で優勝。史上初の女流王家、プロクイーンの同時体感を達成した。2019年11月から2020年1月にかけて実施された。 女流プロジャン氏によるチーム戦、マージャンバトルロイヤルチームチャンピオンシップ2020では、所属するロンニーチームが優勝し、予選と決勝戦を合算した、個人成績はプラス242.8ポイントで、首位となり MVP を獲得した。2020年6月20日、日本プロマージャン連盟所属の田代光太郎と入籍したことをブログで報告した。ありがとうございます。